こんばんは、アナと雪の女王の友達のですね、アジャとブル中野。いいっすね、アジャとブル中野。すごいらしいね、うん、人気がね。人気すごいみたいですね。雪の女王ね。もう1位になっちゃったでしょ。もう興行収入ももう。うん、タイタニックとか。うん、あ、アバターとか。アバターとか超えて。超えて。1位です。1位。すごいね。まだ抜いてはないか。だからまあ、勢い的にはもう、アバターよりはある。アバターよりかある。はぁ。アニメとしてはもう、アニメ、うん、アメリカのアニメだと、もう、外国映画のアニメでは1位。はぁ、すごいね。歌がすごいもんね、ヒットしちゃってね。あれをだから、劇場でみんなで歌うというね。そう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 。気持ち悪い。本当に気持ち悪いことやってますけどね。すごいよね。こんな、なんでこんな世の中になったと思うんだな、ね、俺は。すごいよね。みんな歌うんでしょ。はい。みんなで歌おうっていう。ね。あれで、アメリカってのはもともとそういう文化ですよね。映画、ロッキー、ホラーショーなんかで言うと、うんうんうん、わーっつって必ずお約束のように。うんうん、まあ、どんな映画でも、割とそう、リトルショップホラーズとか、うんうん、あの手の映画ってのは、結構参加するんですね、うん、観客が。で、まあ、アメリカ人ってそうじゃないですか。うん、なんか、普通の映画でも、割と、あーとか言いながら、ギャー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 、まあ、お芝居やコンサートなんかもノリがいいというかね、まあ自分も割と参加する感じだけど、参加するみたいね、日本にはそういうのはあんまり根付かないんじゃないかと思ったら、意外とやってるみたいね。うん、なんか気持ち悪くなっちゃったね、日本人って。まあだから欧米化してきてるのがね、なんとなくね。変な女、なんか不細工な女。しょうがないよ、はぁ、なんちゃって。なんか、うん、何松坂子の歌歌っちゃってさ。ありのままのってさ、ね。ありのままの、なんてさ、お前ありのままじゃダメだろ、みたいな。そこまで言うことはねえだろ。ブスと雪の女王。ブスと雪の女王じゃねえよ。やめなさいよ。状態になっちゃってます、日本中。ブスと雪の女王。2回も言わなくたって。わかったから、うん、ね。ゴールデンウィークでは、ね。なに、松坂子が歌ってんのと、メイ・ジェイ。メイ・ジェイってのは何が違うわけ？本当は松たか子なんでしょ？本当はメイ・ジェイなんかな？で、本当はメイ・ジェイなの？なんかね、テーマ。映画のテーマ。映画のテーマ？映画の吹き替えを、その、吹き替えの役を松たか子がやってて、その人が歌うシーンは松たか子が当然そのまま歌うと。劇中歌は松たか子。だけど、映画の、エンドクレジットとかの、いわゆる映画の主題歌としてはメイジェイだった。ややこしいことや。そうだ、なんかね、そうなんですよね。俺もよくわかんないんだけど、そういうことらしいですよ。でも世界各国ね、みんな、なんとかバージョン、ね、英語バージョン、フランス語バージョン、みんなそれぞれ、ね、その、吹き替えの人から。吹き替えでしょ、それは。ね、だからメイジェイとはいらないじゃねえか、じゃいや、だからわかんない。それは各国もそうなのかどうかもわかんないけどね。各国メイジェイなの。いや、メイジェイは、各国じゃないんだろうけども。よくわからないですよ、その辺は僕も、いきさつが。何を企んでんのかね。わかんないですね、それね。うん。だ僕もそのモンスターズイングの時は主題歌歌ってるんですよ。エンディングで流れる。で、メイジェイが。メイジェイが。その時はメイジェイは関係ないんですけど。あの、この間のじゃなくてね、最初のモンスターズイングの時はもう十何年前のね、時に、そのテーマ曲があって、やっぱりそれも、もともとは、ハリウッドでは、なんだ、ビリー・クリスタルと、ごめんなさい、名前が今本当出てこないんですけど、なんとかさん。あ、じゃねえや。あ、そうそうそう。とにかく、石塚さんの役の元の役のね、人がちゃんと歌ってんだよね、確かね。で、それを、まあ、だから日本語吹き替え版で、俺らもそれでレコーディングを。ジョン・グッドマンか。そうか。多分そうなんですけど。で、それをちゃんと歌って、ね。ベリー・グッドマンか。ベリー・グッドマンじゃないです。ベリー・グッドマンじゃないです。よくできましたろうだろ、よくできましたろう。よくできましたろう。ジョン・グッドマン。よくできましたろうってやつだろ、日本語で言うと。日本語で言うとベリー・グッドマン。こうじゃベリー・グッドマン、そう。よくできましたろう。うん、そうだ、歌ってんだよね。だからそういうのはもちろんもともとあるんですよ。その吹き替えの人が歌うのと。で、元のその曲自体は、アカデミー賞だね。その、アニメ、なんか、テーマ曲賞みたいな、なんか、撮ったりしてるんですよ。撮ったね。そうそうそう。モンスターズイング。そうそう。